ベンウィックたちが犬派か猫派かで大喧嘩してたんだけど、そこまでの問題かな。にゃんとのんきなことを言うておる。この世界にそれ以上に危険な対立はないわん。戦争の陰に犬派と猫派の争いありじゃよ。両者の間には浅いが埋まらぬ溝があるのじゃ。むしろ喧嘩で済んでラッキーじゃぞ。そうなんだ。みんなはどっち派なの？わしは迷うことなく猫派じゃぞ。魔女の使い魔は猫と昔から決まっておるでの。私は人間と共に規律ある生活ができる犬の方が好きですけど、猫も可愛いし好きですよ。ろくろは？しぐれが好きだったから猫は好かん。だが主君に尻尾を振る犬はもっと好かん。同感だな。餌と引き換えに芸を覚え、尾を振り、すり寄り、やがては遠吠えさえ忘れていくのが犬だ。そんな言い方ないですよ。人間と一緒に暮らすために犬は歩み寄ってくれているんです。優しさですよ。だからアイゼンは猫派ってこと？リス派だ。妹と暮らしていた頃、近所の森にモフモフしたリスがたくさんいた。犬派か猫派かの話ですよ。どちらかで話をしてくださいよ。強いて言うなら猫だな。気まぐれでいて甘える時の愛らしさは妹を思い出させる。ベルベットは？犬よ。裏切らないし。お主が言うとシャレにならんの。ベルベットとエレノアが犬派、マギルーとアイゼンが猫派、ロクロはどっちでもない派じゃから、某の一票がこの派閥闘争の雌雄を決するの。清涼の犬を卒業した某は今度はベルベットの犬になるつもりかい？そういうことじゃないでしょ。好きな動物がどっちかってだけの話なんだから。そんなに本気で怒っては某はもはや犬と答えるしかないではないか。だから喧嘩はやめろでふよ。面倒でふからここ間を取ってみんな仲良く鼻炎風派ということで手を打ちませんでふか？鼻炎風派？時に犬のように誠実で、時に猫のように気まぐれな僕なら、どちらの派閥も大満足でふよ。それだけはないよ。